ミハイロフスキー・ニコライ・ミハイロフスキーから1904年2月10日は、ロシアの文学評論家、社会思想家、ナロードニキの理論家である。ペテルブルク鉱山技術専門学校に学ぶが、学生運動に参加した角で退学処分となる。文学上の経歴は、1860年にはレディアン、クレムピンが編集した雑誌、夜明けに始まり、以後、予約し、1週間。 現代評論税といった定期刊行物に文章を発表するようになる。1867年には、プルードンのフランスの民主主義の翻訳を交換。1868年から、祖国の記録税誌の編集に参加。ネクラーソフの死後は、サルトゥイコフ、シチェドリン、グリゴリー・エリセーフと共同で編集をする。1879年に、 人民の意思等と接近し、ネフスキー通り80番地にあるザソディミスコ語図書館で、当指導部との最初の会合を行う。1884年に祖国の記録が発行停止になると、北方の使者とロシアの思想を合併し、ロシア放置がみとした。1882年から1891年までサンクトペテルブルクを追放されている間も、 革命組織と連絡を継続している。1892年には1年間だけ、ロシアの富の編集をする。生涯最後の10年間は、マルクス主義者たちとの論争に捧げられた。62歳で亡くなり、ペテルブルクのボルコフ墓地に埋葬される。ミハイロフスキーは、ナロードニキの中でも、ピョートル・ラブロフの思想を継承した人物である。歴史における英雄の役割を強調し、 主観的方法により、社会の進歩をもたらすことを期待する。つまり、少数の自覚的なテロリストによる、要人暗殺を改革の一手段として認めた。ロシアの自然経済に近い状態にある、農村共同体は、将来の社会主義の基盤となり得る、農村が、資本主義によって分解される前に、上層の社会構造を変えてしまうという課題は、 人民の意思等のような知識人によってのみ解決されるとミハイロフスキーは考えた。テロリズムを肯定し、資本主義と同時にプロレタリアートの役割を否定する点で、ミハイロフスキーはロシアのマルクス主義者たちと対立した。ありがとうございます。